ーンの位置が、なんだかすごく嬉しそうだね。わかる。歌声がニコニコしてたっていうか。なんかあったの？あ、うん。実は、例の人が見つかったんだ。例の人って、もしかして CD を譲ってくれた人？そう。だから、その人に CD 貸せるかもしれなくて。よかったね、いちかちゃん。でも、知らない人って言ってなかった？よく見つかったね。その人、学級委員の朝比奈先輩の知り合いみたいなんだ。朝比奈先輩？うん。委員会で CD を譲ってもらった話をしたら、その人から同じ話を聞いてたみたいで。朝比奈先輩にお願いして、明日 CD をその人に渡してもらうことになったの。ふふ、よかったわね。それで、その譲ってくれた人ってどんな人なの？あ、そこまでは聞いてなかったな。年は私たちと同じくらいって言ってたけど、それと曲を作る人だって言ってた。曲？うん、作曲をしてるって。そうなんだ。じゃあリーチーたちと一緒だね。同じっていうか、作曲に関しては先輩じゃないかな。中学に上がる前からやってるらしいし。作曲の先輩か。じゃあその人に何か聞ければ作曲のヒントになるんじゃない？あ、確かに。私も気になる。ねえねえ、その人ってどんな曲作ってるの？動画の URL 教えてもらったんだ。みんなで聞いてみようか。うん。なんていうか、すごいね。うん、一つ一つの音がすごくよく作り込まれてる。メロディーや歌詞からも訴えるような思いが伝わってくる。この曲って、もしかして…モナちゃん、聞いたことあるの？いつもお掃除しに行ってるお家の人が作ってる曲の感じに似てるなって思ったんだけど…そうなの？でも気のせいかも。私もその人の曲はちょっと聞いたくらいだから。まあそんな偶然ってあんまりないよね。そうだよね。でも次にお掃除に行くときにまた曲を聴かせてもらおうかな。もしかしたらってこともあるし。ありがとう、ほなみ。でも本当にすごいよね。私たちと同じくらいの子が作ったなんてびっくりだよ。うん、高校生ってことを抜きにしてもここまでクオリティが高い曲はなかなかないと思う。だけどこの曲、私たちが目指す音楽とはちょっと違うかもね。確かにレオニードとは全然違うよね。作曲のコツとか聞きたいなって思ったんだけど。うん、そうだね。でも、あの人も同じ CD が欲しかったってことは、ミクの曲が好きなのかな？もしそうなら、友達になりたいな。いちか、気になってるみたいだね。え？うん。ミクの曲が好きなら、話してみたいなって。それなら、朝比奈先輩に頼んでみたら？え？うん、事情を説明してお願いしたら紹介してくれるかもしれないね。でも、いきなり頼むのは朝比奈先輩にも迷惑かけちゃうんじゃないかな。気になってるなら、頼むだけ頼んでみたら？この機会を逃したら、もう話せなくなるかもよ。うん、ミクちゃんの話をできるお友達が増えたらきっと楽しいもんね。そうだね。
みんな、ありがとう。やっぱりその人のこと少し気になるし、頼めそうだったら朝比奈先輩に言ってみるよ。先輩、これ昨日話した CD です。お願いします。ありがとう星野さん、きっと喜んでくれると思うよ。あ、それとわかりました、今行くのでちょっと待っててください。ごめんね星野さん、さっき言いかけたことって何だった？あ、いえ、やっぱり何でもないです。そう、もし何か相談があるなら言ってね、いつでも聞くよ。はい、ありがとうございます。うん、じゃあまたね。はぁ、タイミング悪いな、こんなチャンスめったにないって分かってたのに。はぁ、あ。